死人は喋んじゃねえ。そのです。はい、どうも。青ワーマンの場合は胴体4発で死にます。トゥルトゥトゥトゥ。どうもこんにちは。そのデデ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 この戦い見たいでしょ、みんな。まあな。まあ見たいでしょ。結局な。まあ、結局、その3と俺、じゃあどっちが強いんですかっていう話でしょ、結局。け？え、これブーストローダーないっしょ？ああ、まあね。プレデターとか言ってますけど、ウィングマンじゃ奥にかなわないってことを教えてあげましょうよ。戦時間とか言ってますけど、戦時間8000時間プレイしてますどっちが強いかよ。8000時間まんべんなくプレイしたやつと1000時間これだけやったやつ、これでわかる。ある意味ね。うん、いい検証だよこれ。これはいい検証。じゃあ行きましょうか。敵ピンで始め、まあルールはもう特になしで、一本持ちウィングマンのみで。まあ待って、まあ待って、一回やっとくか。練習、いや練習な、練習一回、練習しな。ねえ、これがま行きます。レディーファイト。千葉ん、その一旦な。え、マジで当たんないんだけど。ひどいぞ、今日やばすぎる。あ、痛い痛い痛い。危ねえ。ちょっと待って、そんな話じゃない。勝ったとかじゃない、これ勝ったとかじゃない。ちょっと待って、ちょっと待ってよ。入れてくれるよ、帰るわ。だけどな、まあ、そこは、ね、そこはまあまあ、そこはまあ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 、とりあえず一本目のレティクル来た。うわ、俺もピンクなんだけど。行くぞ。痛い痛い痛い。あいつエッチだ、あいつエッチだ。エッチすげえ、エッチスキン。長いのなしじゃない？ちょっと待って、いや俺の怠慢で殴りはなしよ。いや俺の腕ウィングマンだから。もう、もう2ポイント目ですね。じゃあ僕のこれで。いやいや、殴ってよかったら俺もやれたもん。待って待って待って、普通の怠慢だったらさ全然いいよ殴って。ウィングマンってちょっと違くない？ちょっとそれは、え、でもそれは決めてなかったお前も悪くない？いいでしょう。ずるね、じわじわ。削るよ、じわじわ削るよ。本当に戦時間？まあ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 、尺尺尺尺たら。わかるわかる。バウ。いいでしょう。ヒギ行きます。尺ね。ヒギ全力の尺ね。尺よ、三一三一行きますヒギ。それではスタート。敵を確認した。まずいなぁ。お、お、アーマー来てください。おい、アーマー、アーマー来てください。裸好きなんだよ俺、裸好きなんだよ俺、裸好きなんだよ俺、裸好きなんだよ俺。すごい。安いねこっち。こっち見やすいんだよ。なるほどね。そう、まあまあまあ4にな。いや心余裕いきます。あ、もう逆境オブ最強。はい、
したよこっち。逆境オブ最強。あーすごく見やすいこっち。やべえ。俺の力しなかった。すごく見やすい。行きます。本当に見えない。マジ見えんよな。本当に見えない。本当に見えんのよ、そこっち。あら。あらららららら。まだ余裕あるかな。日本練習した方が勝つ。そうね、日本練習した方が勝ちね。まあ、毎回変えるか、じゃあ。場所。オッケーオッケー。行きます。標的を確認。戦ってくれるねこの土俵で。今までやってあげてたから。やばいやばい。心の違いが出てる。余裕は？余裕がなくなったかな、そのさ。心の。千葉ってどういうストリーマーかってことよ。落ち着いた。行きましょう。そのさん、そのさん、ちょっとそのさん、何本取られちゃったの連続で、そのさん。あ、俺の勝ちだねこれ。俺のターンよ。第2ラウンドだ。じゃあちゃんとやるか。3 on 1エヴァしよっか。あ、3 on 1エヴァやろっか。ちなみに何倍つけますか、あなた。いや、好きなのつければいいと思うけど、俺は、うん、俺は3倍つけるよ。なるほど。誰でも使える3 on 1とエヴァというね。そうそう。いや、アタッチメントは確証のミスか。全部つけていい。土俵だ。土俵になってる。じゃあこれ後でさ、うん、お前に送るけどさ、うん、ここ俺打つわ今から、うん、お前の視聴者に見せてあげる。あ、オーケー。俺のカービン絶対使わん、絶対使わんからとりあえずとりあえずとりあえずみんなに見せてあげるわ。土俵で戦ったら発戦時間がどうなるか。いいよ、俺弱い方からでいい。お、まあ一回交代にするか。これね、さっきと違って。オッケー。よし、一回交代ね。一回交代行こう。え、練習しときます。お前のピンでいいよ。一回練習しようか。一回しましょう。一回練習しましょう。一回しましょう。まあまあまあ、とりあえず、ミニ回。練習しててよかった。いきますか。ビーン。うわあ、くっそ。俺は2発もエヴァ8を撃ったのに。俺3発撃ったよ。さあじゃん。さあ。あ、ほんまに見えやすい。負けてる全然。あぶねえ。あぶねえ。敵を確認した。全然壁じゃねえけど、俺ちょっと待って、マジで。ちょ、俺やばい、俺やばい、やばい。やばい、マジで。二度と走れなくなった。やばい、やばい。なんか俺、教訓を失った男なんだけど。危ねえ。おのおの弱い方で勝ってる。そうなんだよね。変わってんな。つまり、ここで取った方がだいぶでかいじゃないのというね、話をしつつ、やはり非常に見やすいです、こちら。あぶねえ。あぶねえ。いや、俺がピンしていい？ああ、それある、それマジある、それはある、それガチである。数秒の差ある、ある、ある。ここに敵がいる。
あぶねあぶねいくタイミング的にいやこれはいいダメージ食ろうたな俺だいぶいいですね44素晴らしい素晴らしいさすがストリーマーや44まで持っていくのよ我々は44は基本よ基本よここからだからおい仕上がってるねえ仕上がってきてるなぁ綺麗だよ全時間ってやつね調子乗ってやがんのやばさ行くうわぁ最悪だ最悪だしかやってないからじゃあちょっとさエクストララウンド行こうぜ、ね、ここエヴァ8エヴァ8あれ負け犬がいない